はい、アトラスラジオの時間です。だいぶ暖かくなってきましたね。どうしたんですか。暖かくないですか？暖かく、ちょっと暑いぐらいでしたけど、ね、はい、ちょっと雨もやんで、だいぶ寝やすい季節です。寝やすくなりましたか？突然死の可能性がなくなりましたね。そうですか。というか、なんか朝起きたら鼻詰まってるし、鼻水出るわ。ちょっとまだ花粉症のね、状態が。そうなんですよ。なんか、アイブさんに連絡がつかないって、馬琴が出動体制で待ってるんですけどね。そうばっかり。マギスドーってまだ電話しなきゃ。やめてくださいよ。いや、あいつの方が変身してたりして。あ、それの可能性もありますよね。アイムさんのとこ の、はい、あの庭で、はい、なんか巨大な、はい、ね、はい、あの、うん、なんかペディグリーを食いそうな犬がね、死んでるなと思ったらバキになったりして。やめてください、私の庭で死なないでくださいよ。ゲロバイで、ゲロバイで、ね、やめてください。ダメ、私の庭でなんてことするんですか。それでもうひどいな。庭中荒らしちゃって。ちょっと待って、なんでうちの庭まで来るんですか。もう、うん、バガス市民2人だけですから。そうですか。2人ぼっちと。あ、結構ね、視聴者さんの中にね、松戸に在住の方いらっしゃいますね。あの目 の、 あの 縦中の人を見つけるって話どうなんですか。はい、あの方もね、あの方っていうか、いや、私いつもあのお店通りますけど普通な感じですよ。あ、そうなんですか。はい。じゃあ目の四角い人、細長い人、うん、はい、っていうのはいないんですか、ね、たまたまね、あれですよ、ヒロポンさんでしたね、確かね、うん、ヒロポンさんが通った時、たまたまそういう人に遭遇しちゃったんですね。油断してたんじゃないですか、向こうが。向こうが油断してた。油断してて、はい、あの、ヘラヘラヘラって。なんか人間に変身するのを忘れてたんですかね。でしょうね。はい。だって、のんちゃんも、はい、電車の中で会ったって言いましたもんね。そう、目が縦長の人に。いや、爪がない人。爪がない人。爪がなくて、はい、のんちゃんが乗ってて、はい、あれ、あなた爪ないですよって言ったら、はい、あ、ごめんなさいって言ったら、ニョキニョキニョキって入ってきた。そうなんですか。本当なのか。本当ですか、それ。いや、のんちゃんがそういうふうに言いましたよ。ちょっとすごい話ですね。ね、はい、いや、爪がないって聞いて、なんかリンチされて全部抜かれちゃったかなと。いや、なんか実際に収納できるらしい。すごいですね、それ。それから、はい、あの、ネパールで、はい、お母さんと一緒に飯を食っていたら、はい、なんか食べるたびに、はい、カシャンカシャンって音がする人がいるんですって、はい、隣のテーブルでよく見てると、はいはい、その人は、はい、まぶたを開くときに、カシャンカシャンカシャンってして。まぶたの開く音。うん、ほんで、口を食べるときカシャンカシャン。それは人間ではないですね。あれ、人じゃないな。人じゃないですね。思ったら、はい、おばさんがニヤリと笑ってとか出て行った。なんか怖いですね。そういう怖い話よくしてますよ。ね、いろんなところにね、いろんなものがいるんですね。まあ、のんちゃんみたいな不思議な人が寄せやすいんですね。そうですよね。はい。うん、はい、ということでですね、今回はね、さくらまりなさんがなんか UFO を見たということで LINE にお話を寄せていただいたので、こちらお読みしますね。あ、それより、あの、どうなんですか、3月18日、はい、前田明さんと先にじゃあ、やりますか。じゃあ、おー、はい、やんないと不安だよ、俺。不安ですね。はい、だいぶね、あの、お客様集まってまいりましたが、3月18日の土曜日に山口敏太郎と前田明さんの対談ライブがあります。みんな来てねとね、オカルトの話だそうで、ちょっとね、プロレスラーさんがオカルトの話するのもなんかね、すごいなと思いますけどね、ちょっと楽しみで、はい、こちらが AFR 横浜の方でやりますので、うん、ぜひ皆さんお越しくださいね。はい、はい、こちら明細とか載せておきますね。いや、タートルカンパニーファンだったら来てよ。そうですね。ね、山口敏太郎のファンだったら来てよと。はい、来てよと。はい。そうですね。ちょっとね、横浜近辺の人に限らず、ね、千葉県からでも埼玉県からでもお越しください、ね、ということですね。桜木町っていうのがね、ちょっとね、はい、うん、遠いかなって感じなんだけど、ちょっと遠いけど、まあね、横浜おしゃれな場所ですのでね、お出かけに来て見ていくというのもね、いいですね。かみさんと太郎なんかね、はい、前田明に挨拶した後は、はい、遊び場にタクシーで行くとか言ってました。遊び場。遊び場っていう場所があるんですよ。はい、そこで30分くらい遊ぶ。そうなんですね、遊べる場所が、横浜のね、うん、おー、いいじゃないですか。ね、はい、ということでね、皆様3月18日、山口敏太郎と前田明、こちらの対談にお越しくださいと。ぜひとも来てくださいと。ぜひとも、はい、はい、あとですね、
4月8日に、あ、まあ、その前に3月22日に、うん、アベンジャーズ秘密会議ズームライブ、そうですね、秘密会議があるんです。ありますね、秘密会議。ロシアの秘密会議に対抗して、はい、我々も秘密会議やるんですよ。秘密会議やるんですね。そうですよ。はい、でこちらの方は山口敏太郎とアーリンさんと近光さん、うん、はい、この3人で秘密会議、うん、やりますので、皆さん覗き見をしに来てくださいね。いや、はい、絶対ロシアのスパイが来るよ。そうですか。ロシアのスパイが防衛してるから、あいつら、はい、もういくら攻撃しても、はい、脇が甘くないから甘いとこ入れるかなと思って入れないんだもん。はい、いやだからね、ほんとね、困ってるわ。困りますね、これはね、うん、あの百合原さん、はい、ね、はい、村さん、はい、ね、あと遠隔操作の東野先生、はい、あたりにも入ってもらって、はい、やるしかしょうがないかな。そうですね、いろいろとね、やっていただきたいと思います。うん、まあ、みんな力合わせはどうにかなりますからね。そうですね、こじ開けて、こじ開けて、それで、ね、プーチンの気持ちを、はい、ヘラ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 にする、もう戦いなんてやめちゃおうって、そうですね、うん、っていう気持ちにさせたいんだけど、なかなかそうさせてくれないと、はい、そうですね、なかなかなりませんね。うん、はい、プーチンさんなんかたくさんいるんじゃないですか。プーチン2号3号4号、そうそうそう、影武者とかいっぱいいるじゃないですか。じゃあ終わらないじゃないですか、いくら終わらないんですよ、いくらやっつけても。そうなんですよ、この人がヘラヘラになったらこの人が出てくる、そう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 、ねえ、はい、大変ですね。はい、はい、ということでね、あ、まずじゃあさくらさんの、LINE のお便り、お、はい、こちらをいつも拝見しているばかりのさくらまりなです。突然ですが、今から起こる絵の形のものが夜空に光っているのを見ました。最初は停止しているかのように見えたため星と間違えたのですが、うん、動いていることが分かりました。うん、こちらの方に近づいてきた時にその絵のような形だと分かりました。写真を撮ろうと思ったのですが、建物や木の間に隠れてしまうため良い撮影場所がないか移動したほんの30秒ほどの間に消えていなくなってしまいました。特徴はオレンジ色の丸い、完全な形か分からず、ライトが数個点滅、長細い形です。これが何かアイデアのある方がいらっしゃったらお願いします。この場所が間違いだったらすみません、無視してください。ということでね、お便りが届いていますのでね、ちょっとこの、話についてはさくらさんにインタビューを、ね、そうだね、お送りしますということでね。そう、早速さくらさんに、はい、ね、さくらさん霊能力者だったのに、はい、UFO と遭遇しちゃったんですね。そうですね、でもなんかね、うん、霊感がある方が UFO も見るって結構聞きますね。聞きますね、はい、いろんなものを。それでアイムさんは UFO を見るんですか。いや、私ね、見たことないんですよ。全く鈍い人ですね。UFO も幽霊も妖怪も何にも見たことがなくって。幽霊も ユーマンも、はい、妖怪も全部見てますよ。はい、すごいですね。普通人生50年以上生きてたら、1回や2回あるでしょ。あるんでしょうね。多分ね、自分でね、否定しちゃったこともあると思うんですよ。そんなことねえやと思っちゃった。そうそうそう、夜道歩いていて、なんか変な人だなと思うけど、うん、まあ、ライトのせいだとか、気のせいだとか思って、否定しちゃうんですよ。じゃあそこで、近くまで行って見なきゃ。それは、まじまじと見ないとですね。うんうん、で、人間だったら、ああ、どうもって。どうもとか言わないですけどね。いや、人の顔見て失礼だなと思われちゃう。そうですよ、失礼だと思われちゃうんで。いや、ああ、どうも、こんばんはって言う。はい。あ、そうですか。で、例だったら、はいはい、さよならって言えばいい。例だったら、そうですね、ちょっと区別つかないのでね。そうですね、はい、ということでね、さくらさんのインタビューです。はい、はい、じゃあちょっと連絡してみましょう。はい、はい、もしもし。あ、もしもし、さくらさん、山口です。はい、あ、こんにちは。それで、未確認飛行物体を目撃してるみたいなんですけど、はい、その経過をちょっとお聞きしたいんですか。あ、はい、ですね、はい、車はちょっと運転してたんですけれど。あ、これいつの話ですか。昨日、2日ぐらい前でしたかね。と言いますと3月10日ぐらいかな。あ、そうですね、それぐらいです。はい、10日ですね。先週の金曜日。あ、
あ、はい、そうです、はい、の運転をしていたと。そうです、あの、はい、帰り道だったんですよ。あ、どっからどこなの？あの仕事場からちょっとあの、まあ、仕事とかちょっとあの、まあ、クラスをやってるもんですから、そちらの方から帰ってくる途中で、うん、じゃあ、まあ、愛知県内で撮影したということなんですね。え、撮影はできてないんですけど、目撃をして撮影をしようと思ったら消えてしまったんですよ。あ、なるほど、遭遇したのが愛知県内。そうですね。で、あのちょうどあの自分 の, その走行方向の前方の、まあ、前って言っていいかなぐらいのところに、最初あの光、あの強い光の星かなと思ったんですね。はいはい。なんですけど、ちょっとその方向にあまり今まで見たことがない星だったので、今まで通勤してても見なかった、見たことなかった。あ、な、そうなんです。なんでちょっと気になったんですね、その星のものが何かかっていうのが。明るすぎたってことですか、通常の星より。あ、そうです。そうです、かなり明るかったです。うん、なるほど。ええ。何時頃ですか、8時ぐらいですか。ですね、だいたい8時半過ぎてたかなぐらいの時間帯でした。なるほど、はい。はい、それで、はい、で、あの星かなと思って、まあ、運転中だったのでずっと見てるわけにもいかないもんですから、うん、もう一回ちょっとあの信号で、ね、止まった時にもう一回見てみたら、ちょっと動いてたんですよね、位置が。ああ、位置が動いていた、うん、であれ星じゃないかな、じゃあ飛行機かなと思ったんですけれど、はいはい、飛行機にしては速度もちょっとなんか速いんですよね。はは、速いと。私割と飛行機好きで、よくあの空飛んでると見たりとかするので、その感覚からするとちょっと、はい、速度が速いっていうのと高さが低かったんですね。あ、高度も低かったんですか。あ、ちょっと低いか、イメージとしてはそんなイメージでした。おお、でそうしたら動いてるなっていうことが分かって、あの、まあ、そのまままた信号が青になったので、はい、あの車走らせると視線が外れるわけなんですけれど、まあそうでしょうね、はいはい。で、まあ、もう一回ちらっとこうどうしても気になったもんですから、もう一回ここ見てみたら、あの、まあ、ちょっと LINE の方で、あの、あの絵、下手な絵ですけど送ったんですけど、ああいう形のものがちょっと見えた、はい、ああいう形のものは しばらく視線から外れたら見えたんですか。これだから、合計で言うと3回目ぐらいですかね。最初星かなと思って見て、うんうん、で、あ、何だろうと思ってもう一回見てみたら動いてるっていうのが分かり、うん、でもう一回見てみたら今度形が明確に分かってきたので、ちょっとこちらの方に、要するに斜め前方にこちらに近づいてきてるイメージでしたね。うん、非常に気になりますね。そうなんですね。でそうしたらその形、まあ、さっきあの申し上げた通り、飛行機時々見たりするもんですから、ちょっと飛行機ではないんじゃないかということで、はい、うん、それでその、まあ、ライトが前方にこう、あのライトらしき、ライトかどうか確認はできないですけど、ライトらしきものがこう、はい、前方に、前方でしたからね、ちょっとこれは何だろうということで、はい、で最初はその、あの、まあ、その宇宙関係とか好きなお友達がいたもんですから、ちょっと相談してみたら、はい、ビンタロー先生じゃないかということで、はい、でちょっとどんなもんでしょうっていうことで、ちょっとご相談申し上げた形なんですね。ライトが見え、あのライトがよ横一直線にいくつかついてるのが見えたっていうのは、その飛行物体と垂直に向き合った時に見えたんですか、それともその飛行物体の横に回り込んだ時に見えたんですかね。左斜め前方ぐらいですね。じゃあ回り込んだ時に見えた。そうですね。だから一番最初は真正面に当て、道はまっすぐ進んでいたので、うん、まっすぐ真正面に最初見えたのが、だんだん左前方にこう進んでいって、ああ、左前方ね。はいはい。そうですね。前方に来た時には、だから向こう側もそのこちらの方に近づいてくる形だったんでしょうね。ああ、なるほど。で、私が鮮明に見えてきたっていう状態で、うん、それで写真を撮ろうと思って、まあ、宇宙からすぐのところだったもんですから、まあ、ここにその、
それでまあ前方が開けてるかっていうのがもう周知してたので、はい、でそちらの方に車を止めようと思って車を走らせて、うん、それがちょっとあの道がですね、まあ、うちなんか田舎だもんですがちょっとこうぐるんと回り込んで道を歩かな、はい、あの走らなきゃいけなくて、はい、そあの前方が見えなくなる瞬間があるんですね、うん、でまあその間に車を運転してるもんですから自然と追っていくわけにいかないもんですから、まあ、自然が外れたんですけど、うん、そのあの開けてる場所まで運転してそれが本当に30分ぐらいだったと思うんですけれど、もうどこに行ったか分かんない、曲がってどこ行ったか分かんないですよ、その後。いやもうだからその見上げた時にもうなかったんですよ。どこ行っちゃったんですかね。それが分からなくて、うん、それであのまあ、建物とかも木とかもあるんですけどそこはちょうどその建物か木もあの何もないところだっていう場所に行ったんですよね、でまあ空を全体にあのこうあの見て見渡したんですけれど、うん、まあ、そこのところからちょっと消えてしまったっていうところで、うん、それ不思議だったのでちょっと友達に聞いてみたっていうところのが経緯ですね。うん、今まで通勤、まあ、通勤で見たことはなかったんですか。過去にあの私あの会社に勤めてるわけではないもんですから定期的にその道を通ってないんですけど、はい、定期的な時間にですけど、あそうですね、うん、通ることはないんですけれども、うん、その星を見たりするのは結構するもんですから。あ、星は見ていたと。あ、そうですね、星はよくあの見たりとかあのする時があって星とかあの、まあ、飛行機とかですけど、はい、でその前方にその光るあの星を見たことはなかったんです今までには。あ、こんな経験は初めてということですか。あ、そうですね、でそれでちょっと最初、まあ、引っかかったというか気になって、うん、であのあれこのどんな星だったんだっけこれはっていう感じだったんですけど、うん、で次もう一回見てみたら動いていたっていう明らかにこれ動いてるなっていう感覚だったんですけど最初は、うん、なんですけど、まあ、言ってみるあの、まあ、運転している最中でずっと目で追うわけにいかないもんですから、はい、で3回目の時に形が変わってきたっていうところなので、まあ、視線を外してますからそれは同じものだったかどうかっていう、うん、あの視線でずっと追ってるわけではないですから、まあ、そうですよね、うん、それが必ず同じものだっていう感覚で正しいかどうかは分からないですけれど、うん、まあ、状況として、まあ、目で追って、まあ、点で目で追ったっていう感覚で受け取っていただければ一番分かりやすいかもしれません。これ海外で見られてる UFO と形は似てるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのトルコで見られてるやつとか、はいはいはい、と似てるんですよね。だから、トルコで数年前に目撃されたとか、あの、結構ね、あのこの手のタイプが最近またちょっと増えてるんで。なるほど。なんか恐怖感とかなかったですか、気持ち悪さとか。いや、それも全くなかったんですけれど、はい、明らかにその感覚として星ではないな、飛行機ではないなっていう、じゃあなんだろうところでしたね。あの割と霊感が強い霊視能力あるっていう人が UFO も見やすいんですよ、傾向として。あ、そうなんですね。逆に UFO を見る人は、まあ、幽霊も見やすいんですよね。あ、なるほど、うん、だから感覚は何か関係があるのかもしれない。あの過去にも実際らしきものは見てるんですけれども、はい、ここまではっきり形を見たのが今回初めてですね。あはあ。なんかメッセージが何か伝わってこなかったですか。え、もう全くちょっと余裕がなかったのが、まあ、運転中だったっていうことが大きいと思うんですよね。うん、でやっぱりそのそちらの方に焦点を合わせるっていうことがなかなかできなくて、でまあ車を止めて写真を撮って、うん、一体何だろうってじっくり見ようと思ったらもう消えていなかったもんですから。ああ、あの、さくらさん、あのね、あの
イメージトレーニングとかなんかやるときにメッセージもらえるかもしれないですよ。ああ、なるほど。ちょっとやってみます、はい、ちょっと心をコンセントレーションして、ね、イメージトレーニングして頭の中クリアにしたら何かその送ってきたメッセージみたいなものが脳の中に入ってくる人がたまにいるんですよね。あ、なるほど。なんかもう地球が限界を感じてるんじゃないですか。ああ、なるほど。その数日前に夢は見てるんですよね。あ、どんな夢見たんですか。はい、それがですね、はっきりクリアに覚えてるわけではないんですけど、その一瞬だけなんですけれど、はい、あ、なんか要するにその私たちが認識しないところがメッセージを送ってるよっていうような目かの夢だったんですよね。あ、誰が送ってるんですかね、人類に。いや、それがわからないんですよ。そのだからその、ちょっとお伝えするのも躊躇くらいの内容なんですけれど。あ、なるほどね。私たちは普段は例えばのスピリットからメッセージをいただくっていうことをやらせていただいてるんですけれど。そうですね、うん、なんかちょっと違う感覚のところからこうあのメッセージが届けていますよみたいな内容だったんですよ。それ UFO だったんじゃないですか。 UFO から宇宙人からのメッセージが来ますよっていうことだったんじゃないですか。ああ、残念なことに具体的なメッセージが分からずというところだったので、あ、これも本当に申し訳ないんですけど、夢の中で実は聞いてても忘れてるんじゃないですか、目が覚めた瞬間に。あ、そうですね、確かにね、最初長く覚えてたんですけれど、あっという間に忘れちゃったんです。あ、なんか今度また覚えておいてくださいね。なんか重要なメッセージかもしれないんで。あ、そうですね、ちょっと今度はあの大体割と10年目を覚えてる方なんですけれど、今回はちょっと一瞬なんだなんで今の意味はっていう感じで終わってしまったので。いや、気になるのがね、はい、あの南海トラフ、あ、はいはいはい、南海トラフと半割れで四国と九州あたりが、まあ四国と南紀州、南和歌山県の方が先にやられて、ワンテンポ遅れて東海地震が起こるという説があるんですよね。あ、なるほど。それがもうすぐ迫ってるんだっていう意見がありますんで、ひょっとしたらそれに関して愛知県に警告に来たのかなと僕は思ったんですよ。だとしたら結構怖いですよ。もう、あ、そういうことになりますよね。そうですよね、うん、もう一回ちょっとね、焦点を当ててメッセージを受信してみてください。そうですね、ちょっと一度挑戦してみようかなと思います。わかりました、よろしくお願いします。また何かあれば連絡ください、すぐはい、わかりました。ありがとうございます。はい、あと、マニアさん、なんか宣伝することがあれば。あ、はいはい。あの、今度、あの、また、18日はアニマルコミュニケーションなんですけど、25日は、あの、デモンストレーションという、あの、公開練習。あ、公開練習。毎月やってる。あ、はい、そうですね。こちらの方で、あの、まあ、うん、いわゆる、あの、デモンストレーションっていう形で呼んでるんですけども、まあ、要するに、スピリチュアルレーディングの公開でやるっていうものですね。ああ。あの子たちは新人さんなんですよね、はい、あの子たち、あのやってくれてる人たちは。あ、そうですね、あの生徒さんとして参加してくださってる方が、その、その方たちは、まあ、実習という形でやらせていただいていて、で最後私があのやらせていただく形なんですね。ああいう人たちはあのフリーで応募してきて、はい、そのまま実習をやるって感じになってるんですか。そうです、そうです。あの、何度かこう参加していただいて、うん、で、あの、まあ、技術を高めていただいて、うん、で、まあ、ある程度なられたら、そのデモンストレーションっていう形になっていただく形でやってます。うん、なるほど、はい。今回もまたやりますよと。あ、そうですね。今回も、あの、とりあえず、あの、まあ、私の方からやらせていただくので、あと、その、まあ、あの、あの実習の方っていうのは、あの例えばリーディングの実習であの参加していただくこともできるので。そうですね、詳しくはあのさくらさんのホームページに載ってるんですか。あ、はい、載ってます。あの私ルートの方を送らせていただきます。
はい、じゃあ問い合わせは、はい、さくらさんのホームページブログ、そうです、ブログと、まあ、ホームページに行っていただくとブログにつながっているので、はいはい、それとかインスタとか、あの全て大体のところには、うん、掲載してます。じゃあ霊能者になりたいという修行中の人はぜひ問い合わせをしてくださいということですね。そうですね。であとは公開練習でリーディングを受けたい方いらっしゃったら、うん、ぜひ参加してくださればと思います。お安く結構やっていただけるんですよね。あ、そうです。わかりました。どうもありがとうございます、さくらさん。こちらこそありがとうございます。はい、参考になりました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、動物のリーディングで有名なさくらさんからお電話、情報をいただきました。非常に気になりますね。南海トラフが起こるのではないか。南海トラフ地震が半割れという状態で先に四国と南和歌山県がやられて、で追っかけ愛知県、静岡県、三重県あたりがやられる半割れ状態が起こるのではないかというふうに言われています。南海トラフ、まああと30年以内に起こる可能性 80% ということなんですが、恐ろしいですね。果たしてそんなことが本当にあるんでしょうか。あってはならないと思います。そのために UFO が警告に来たのでしょうかね。皆さん気になりますけども、警戒はした方がいいと思います。警戒をして、それで大難を小難に、小難を無難に変えることを心より祈って、今日のアトラスラジオをおしまいにしたいです。不思議な体験、霊体験、妖怪体験、偶然の一致体験、奇跡体験などを募集しております。tokushimi5566@yahoo.co.jp。この人とコラボをやってくれとかですね、そういった方向ももう大歓迎ね。政治的にできない場合もありますけども、それでもなるべく実現したいなと思っております。tokushimi5566@yahoo.co.jp です。はい、じゃあこの辺りにしましょうか。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、だいぶ暖かくなってきましたけど、皆さん風邪などひかぬように無事お過ごしいただければ幸いです。次回も不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、アトラスラジオ、アトラスニュースも読んでくださいね。サイバーアトランティアは有料メルマガでお金を払って読んでくださいねと。で、超スポーツニュースは無料で読んでます。アトラスニュースも無料です。まあ各種いろんなものを運営しておりますけども、我が社も頑張っております。それじゃあ皆さん、次回も元気にお会いしましょう。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、バイバイ。